トバイアス・オーガスタス・マッセイはイングランドのピアニスト、教育者、作曲家。マッセイはロンドンに生まれた。彼の両親は北ドイツの出身でイギリスに帰化していた。マッセイは王立音楽アカデミーでウィリアム・スタンデール・ベネットの下で学び、自らも1876年から1925年までピアノ特化の教授として教鞭を取った。 1905年にはフレデリック・コーダー、ジョン・ブラックウッド・マキアンと共同で英国作曲家協会を設立している。マッセイは1900年にピアノ学校を立ち上げ、適切なピアノのタッチと腕の動きの分析を強調したマッセイシステムとして知られる教育法ですぐに知られるようになった。また、技術教本を何冊か出版しており、これによって 国際的な評価を受けた。門ーからは、その後20世紀のイギリスにおけるピアノ演奏を決定づけるような逸材が多数排出している。ヨーク望遠、マイラ・ヘス、クリフォード・カーゾン、モーラリン・パニー、ユーニス・ノートン、リトル・パウェル、イレーヌ・シャーラー、リディアス、マッキノン、ガイ・ジョンソン、ビビアン・ラングリッシュ、ハリエット・コーエンなどである。また、マッセーは、 カナダのピアニストハリー・ディーンとイギリスの指揮者、アーネスト・リードの死でもある。なお、マッセイはピアノ曲を数多く作曲したが、それらはあまり知られていない。マッセイの妻はジェシーである。ジェシーは音楽家、マージョリー・ケネディ・イフレイの妹であり、二人は1893年に結婚した。ジェシーは1937年にこの世を去っている。 マッセイは1945年にヘイザルミアにほど近いハイマーレーマノーで没した。87歳だった。ありがとうございます。